ありがとうございました <laughs>、えー。そしてここからはある一つの企画をご用意させていただきました。今年は戦後70年、そしてあさって8月の15日は終戦記念日です。本作をご覧いただいたように改めて8月の15日は終戦の日であり、また一方でこの日から今の平和な日本が始まったとも言えます。そして本日は登壇者の皆様には。 平和への思い願いを表す1文字1文字をお考えいただきましたそれではスタッフの皆様お持ちください今回はですねその文字を直筆で書いていただきましてランタンに貼らせていただきました皆様それぞれにお願いしていましたので文字が被る可能性もあるのですがかぶらなかったですねそれではこの文字に込めた思いを一方ずつお伺いしてまいりたいと思いますまずは役所さん。はい 知るという字です、ねまあ、まあいろんな、まあ、戦争だけではなくていろんな国の歴史を知るということと自分の国のことを知るということとやっぱり、えー、世,界世界のいろんな国の人を知るということがやっぱり平和につながることかなと思ってこの「知る」という字にしました。 ありがとうございます。役所さんはあの公開前にも海外メディアの方から,からも取材を受けられていましたけれども、はい、どんな印象でいらっしゃいましたか。そうですね、まあ、今あの、やはり今、この時期というのは、テレビでも新聞でも、その70年について、戦後70年についての特集が組まれていますが、えーまあ、海外のメディアの方から一つ、やっぱりすごく気になったのは、うん あの日本という国がそのこの戦争で被害者の立場だけで、えー、テレビ番組を作ってないかという,ふうな質問がありましたね、やっぱそういうふうに見えるということはまた、まあ、いろいろ考えて世界の人たちに見てもらうときはいろんなことを考えてアピールしなきゃいけないんだろうなと思いいまました、はい、ありがとうございます役所さん、ありがとうございました。 でははさんお願いいします、はいえー、全くそのままなんですがあの祈るという字なんですねえー、と今回まあ昭和天皇を演じさせていただくにあたって、えーまあ、やはりあの国を思い世界の平和を、えー、心から願っていたその祈りの像を体現させていただいたということもありますし、えー、まあ、心から願うという意味ですけれども願うという えー、字から感じるものよりも、えー、祈るという行為というかこの字から感じるものは、えー、よりつつましく厳、えー、かな感じがしてまさに記念「祈念祈祷、えー、祈気球」という、えー、そういったあの響きがとてもあの日本のみならず世界に通じる言葉なのではないかというふうに思って、えー、とにかく自分でもあのまあ、えー 平和を祈るというようなイメージを忘れないように過ごしたいという思いでこの字にしました本木さんありがとうございますでは松坂さんお聞かせくださいはい、えー、僕は人という字にしましたあのー、平和を壊すのも人だし作るのも人だし守るのも人だしこれから先 平和な時代を築き上げていくのも僕ら人だと思ったので、やはりこの人という字にこう祈りを込めてこの字がいいなと思ってあの飾これを選ぶことにしましたね。ありがとうございます。はい、では監督お願いします。えっとですね、命というのはあのまあ 映画の中にあるセリフでね入れようと思ってたんですけどまあその、まあ、偽名派の政治家云々っていうのが出てきましたけど、えー、機運の赴く,、ま、くままになってしまって偽名派っていうのは拒絶されちゃいますよねで今やはり日本に必要とされてるのはこういう偽名という言葉だと思うんですけど、まあ、それと同時にやはり平和ということを考えると、まあ、奪われた命だけではなくて奪った命この両方を考えなきゃいけないと思うんですねですけどそういう意味であの命に。 しました。えー、これ、にじんで見えるのは、あの、何回も失敗して書いたので。それを重ねて命にしてあります。いくつもの命というつもりになってます。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、オッケーだったの。